だろうこれ。翔一さんありがとう。猫ちゃん、猫ちゃんありがとう。青色大好きさん、カムカムさん、ヤンカーさんも、ハト、ヒューガさん、何これ。エビちゃんもありがとうございます。歌ってる。ヤンカーさん、ヒューガさん、翔一さん、疲れさん、エビちゃん、アイコーさん、ありがとう。あ、ジューンブライドギフトなんだ。そっか、6月ジューンブライト、そういう時期やね。ビルマさんもありがとうございます。ありがとう。大丈夫、みんな寝不足やない？よしっこさんありがとうございます。タワーありがとう。かわいいね、ジューンブライトタワーありがとうございます。ありがとう。あの昨日じゃないか、まあ、今朝か昨日か、前回お誕生日の配信の時にいただいたタワーのお礼はまた後日させていただきます。ありがとうございます。あ、寝不足、みんな寝不足ね。指輪、結婚指輪、求婚ですか。7月17日のお話し会全落しましたって。そうそう、あのさ、お話し会あれでしょ、1時間目以外完売していただいてるみたいで、ありがとうございます。ありがとうございます。昨日の深夜のセールス深夜のネットショッピングのパワーかな、すごいなすごいな、やっぱ深夜はね、判断力が鈍るな。大丈夫、みんなさ、昨日の深夜のテンションでさ、ポチポチしてさ大丈夫、今日今になってさ、ちょっとやっぱやめとけばよかったってなってない？大丈夫そう大丈夫そうあ、悪徳商法、悪徳商法じゃない。いや、昨日は楽しかったね。今日もだってさ、したいもん、ケイロナイト日本したいもん。なんであと30分で切れちゃうの。なんかのさ、ちょっと誕生日のバグでさ、切れ繋がったままにならないかな。上田さん、何これ、何、スクショしよう、スクショしとこう。すごい、何これ、ありがとうございます。上田さんありがとう。ラブラブクマちゃんじゃん。ありがとうございます。結婚挙式が挙げられてる。ありがとう上田さん、2万ケロありがとうね。ラブラブありがとうございます。また改めてお礼させていただきます。ありがとう。あ、ツイート忘れて、どうしよう、ツイートしようかな。結婚式が挙げられてる。じゃあまたお返事も改めてさせていただきます。はい、山井さん結婚して10個、結婚はちょっと、まあ、改めて持ち帰って検討します。今日はね、レッスンだったんですよ。でケーキいただきました。レッスン終わり、みっちりレッスンで、みんな疲弊してる時間にお祝いしてくれて嬉しかったです。
メールでも送ったんだけどね、ケーキ、そういろんな種類がねあるケーキ、見て見て持って帰ってきたの、そういろんな種類があるホールケーキ、あんま見せない方がいいのかな、持って帰ってきた持って帰ってきた。じゃあ皆さんにね豪華なケーキをお見せします、お見せしますね、タタ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 、はい、なんかねいろんな種類があって、ほらここにねこう丸いケーキだったんですけど、もうねあのみんなにあげたみんなで分けて持って帰ってきた、2切れ持って帰ってきたの、私は2切れ持って帰ってきました、今もう1つ想像と違ったもうちょっと想像して、ここに丸くあったの、丸くあったの想像してそう2切れ持って帰ってきて、一つはね母にあげた、さっき母に贈呈しました。そう、母さんまだいる、今日までいるよ。あ、そう22のねところのろうそくもちゃんと持って帰ってきたよ、ろうそく誘う、え嬉しい、私さ今年ケーキあの買わなかったからさ、もう今年はいいやって思ってたけど、ケーキと巡り合えて嬉しかった。22倒れちゃった、ありがたい、ありがとうございました。でもねなんか22、ちょっと私もこれ自撮りしよう。もうすごいね、なんだろう、誕生日当日にお仕事があったりするときって、お仕事とかレッスンがあったりするときって、あの他のメンバーの誕生日の日とかだったらおめでとうってやってたんですけど、自分自身は初めてだったので、なんかねお祝いされる時ってどういう反応が正解なんだろうって、すごいね、すごいちょっと焦りました。私はお祝いされるのが苦手かもしれませんえ自撮りしようってさっきから思ってるんだけどさ、見て22がもう倒れちゃう、こっちの2がねうまく刺さらない、私は2歳なのかもしれん、どこにキウイに刺せばいいんだ、なんか変なんか変、果物に、あ、うまくいった2歳、なんか漏れんなんか漏れん、今日はもうレッスン後なのでもう漏れないのかもしれないですねもう顔が疲弊してるのかもしれませんね。
かも自撮りだから反転しちゃうな、自撮りだから反転しちゃうな、誰か写真を撮ってくれないかな、誰か写真を撮ってくれる優しい優しい人はいないかな誰かいないかな、あお願いします、お願いします、ちょっといろいろ映るかな、上半身だけでいい、どう微妙い、なんか漏れん、倒さない何とりあえずいいよ、撮ってください、その下から撮るの、あ、そっちじゃないなんか微妙、そんなに微妙？もうそれは私の素材が2枚しか撮ってないやんなんかもうちょっと近めでいいんじゃない、近くていいんじゃないですか、うん私が前に出ればいいんだ、そういうこと、ございました、優しいお方がちょっと言ってくださって助かりましたけど、あのね結局母結局ねこの長い時間をかけてえまあ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 結局5枚し5枚撮ってくれるあひどいって言われてるありがとうございましたあ、扱いが雑、本当ですか、ありがとうございます、そういや、なんかね、引きだったのわがままって言われとるやん、ありがとうございましたスタッフさん樋口、そう、みんなお母さんの味方だね、お母さんの味方やん喜んでます今コメント見て樋口またお便りが届くかもしれん、ということで写真も撮れた、よかったその写真を使うかはちょっと分からんけど分からんけど、じゃあということで食べようかな、ケーキを食べようかなと思います、初ケーキ、食べようかな、ありがとう、みんなさツイッターとかでもさツイートしてくださってありがとうございます、ハッシュタグ
生誕原田さやか生誕祭2023とかいっぱいありがとう、見てるよ、めちゃめちゃ嬉しいです、ありがとうございます。食べようかな、フィルム。ダメだダメだダメだ、食べよう、じゃあキウイ、キウイ食べます。笑っちゃダメ、どうしたん、何どうしたんだろう、おいしい、あ、おいしいね、美味しいね。どうしたんだろう。やってんなって、なんどうしたどうした。何のこと。何のこと。ああ。何のことだろう。わかんないな、ちょっと。やっぱケーキって美味しいんだね。この時間に食べるのはちょっとギルティー、ギルティーかもだけど。ジェンライさん、ありがとう。マイリンガルさん、カムカムさん、ありがとうございます、ありがとうございます。何のことだろう。聖子長男さん、めっちゃ可愛い、ありがとう、ありがとう。ん、何何どうしたのどうしたの。さくらんぼ、さくらんぼって可愛いよね。うまっ、ダメだ、ちょっと馬は可愛くなかった。おいしい、おいしい。ん？なに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 、しゅういちさん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます、ありがとう。鏡、鏡、鏡、鏡って、ちょっと今手元に鏡がないからわかんないんですけど、あ、クリーム、あ待って待って待ってちょっともう、いや、以上です以上です、あざとい劇場以上で終わります、以上ですあ、ついて、あ、ついてましたか、あ、いけないっていうところはちょっとメンタルの都合により、あの、省略させていただきますじゃあ最後もう途中でちょっと終了させていただきますあ、お疲れ様でしたっていや、暑い暑い暑い、汗かいてる、今汗かいてきたえ、聞いてほしい、あの、褒めてほしい、あのね、あの、このケーキさ、すごいいろんなね、味のある種類のこの白いクリームの、生クリームのケーキだけじゃなくて、タルトのケーキとか、なんかチョコとかいっぱいあったんですけどえ、さやかに一番
みんなにどうぞって言って、でいいよって言って、一番食べたいのどれって聞かれて、あ、この白い生クリームのケーキはちょっと、あ、ちょっと配信でちょっと食べたいからじゃあこれがいいかなって言って、そうみんなのためにもう生クリームのケーキ持って帰ってきた。褒めてほしい。どうだった？何点？ああどうしよう、今すごいちょっと汗かいてる、私汗かいてる。慣れないことはするものじゃないね。ああ面白い。今日だけです、今日だけです。次なんかもし配信で私が生クリーム系のものを食べるとなったとしても多分しませんのでしませんので、そこら辺はご理解ください。あ、暑くなってきちゃった、暑くなってきちゃったね。そうよ、もう最初で最後よ。そう、以上あざとき劇場でした。タンタン。そんななんだかんだ言っているうちにもう46分なんだね。あと15分もせずに6月19日が終わってまいります。トラさん、結婚してギフトありがとう。結婚は決めとく。タイトスさんもありがとうございます。あー、また1年後だね。6月19日ね、4時間配信のさ、次4時間配信を考えたら、なんで切れちゃうの、なんでさ、なんで切れないでほしい、切れないでほしい。あ、そうだ、ショールームのさ、あれがアーシャになってた。え、やっぱツイートしよう。どうせすぐ消しちゃうけどツイートしよう。あ、待って、急げ。ツイートしてもアーシャになるんかな。アーシャ、え、なるんかな。ちょっとやってみよう。あれ、なんか何も出てこんくない？配信中。え、出てこない私。画像が出ない、なんで画像が出てこん。真っ暗。ふわふわって言ってる。あら、画像なしだ。まだあれかな、なんかもう一回もう一回ツイートする、出ないね。そう、あざと劇場は出てるけど、あら、あ、でもなんか多分ショールームのルームのページのアーシャは変わってたので新しくなってた。今のアーシャさ、ツイッターの私が設定してる上のヘッダーのところとアーシャのさ雰囲気がすごいマッチしててお気に入り。
長のぜひ私のツイッターみんな開いてください。風船が飛んでます。あと10分間だけ風船が飛んでます。ありがとう、誕生日おめでとう、いっぱい言ってくれて幸せな一日でした、ありがとうございました。みんなのおかげで幸せでした私。あ、そう、ツイッターあと200名様ご予約がありましたら、267名様じゃない、167名様、さやか飯店のご予約ありましたら開業しますので、開業じゃない開店しますので、さやか飯店もうしばらくお待ちください。ぜひまだフォローしてくださってない方もしいらしたらフォローお願いします。お待ちしてます。もうそろそろ、もうそろそろやね。もちもちもっちーさん、誕生日ケーキありがとう、ありがとう。予約ってなんだ遠回しすぎた。まあ、3000人ご予約いただいたら開店します。久しぶり、楽しみましょう。ヒューガヒャンさん、トラさん、カズサさん、ありがとう、ありがとう。さやか飯店自体は3年ぶりとかじゃない？作るメニューはもう考えてる、考えてる。トラさんありがとう。噂では夜中の3時まで配信してたのかって、3時までしてた、昨日今日今日って言っちゃう、夜中のこと今日なのに昨日って言っちゃう。もうすぐもうさ切れるのが悲しい。私は今日も夜中までしたい、夜中までしたい。誕生日おめでとう、続きは24日のお話し会で、お話し会でお待ちしてます、お待ちしてます、ありがとう。私は寝れた、私は配信3時に終わってからお風呂入ってゴロゴロして6時とかに寝たかな、6時とかに寝た、12時ぐらいに起きました。今日はレッスンがお昼からだったので、そう、私は寝れたんだけど、朝からだった方は今日普通に寝れてないんじゃない、もう今眠いんじゃない、大丈夫そう、なので私はね全然大丈夫だったんですけど、そう、22歳初日から生活リズムがちょっと崩れかけているという。あ、待って、私さちょっと待ってね、
ちょっと待ってほしい。ちょっと1分間待ってください。これじゃないよ。どうしよう。あ、1分経過なの？本当に数えてたん？時間だってセックチャーダンスありがとう。あ、3分待ってやるってあ、待って、もうあと5分なの？あ、ダメなんだ。じゃあもう明日にしよっかな。これは明日にしよう。なんでもないなんでもない、なんでもないです。なんでもないです。明日にします。明日にします。もう今日中には間に合わん。千代さんのストーリーに登場してるって嬉しい。皆さんありがとう。新タンタンさんありがとうございます。あっという間や。あ、壇上をね、読ませていただこうと思います。あっという間すぎ。深夜さんありがとう。壇上先に読ませていただきます。13位ツナマヨさんありがとうございます。12位ケンちゃんありがとうございます。11位末子長男さんありがとうございます。10位鳥さんさんありがとうございます。9位山井さんありがとうございます。8位ヒューガヒョンさんありがとうございます。7位一光さんありがとうございます。6位カズさん、さやかりん、たおしありがとうございます。5位カズサさんありがとうございます。4位お疲れさんありがとうございます。3位翔一さんありがとうございます。2位吉彦さんありがとうございます。そして1位上田さんです。ありがとうございます。パチ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 、ありがとう。そして明日小吉の方はくんくんさんです。頑張ってくださいやだねやだねまたちょっと神社行きます。22歳になったんで。ということで、みんなありがとうございました。昨日夜更かししてくださった方は一緒に早く寝てください。睡眠大事。ありがとう。これからもよろしくお願いします。末永く今日もお疲れ様でした。テロップ何にしようかな。テロップ、あ、そう、あのね、今日朝起きたらね、起きた時ね、声が枯れてたの。なんか枯れてはなかったけど、ちょっと出しにくかったの。だからさ、そう、多分4時間喋ったからだと思うの多分そうだと思うの。びっくりしたフ
さんも多分水分取ってなかったからだよね。お話あおやすみありがとうございました。ではそれではではゆっくりとお休みください。夢の中でケイロナイトニッポン聞いてください。あれもう終わっちゃった。誕生日が6月20日。